京都市伏見区の無職具真由美容疑者は先月15日マンションの一室で知人の美濃浩二さんの腹部を刃物で複数回刺し殺害した疑いが持たれています捜査関係者によりますとグ容疑者は事件から4か月前に美濃さんと飲食店で初めて出会ったと見られていてグ容疑者が事件当日黒いつばつきの帽子をかぶってマンションを訪れていたことが分かりました 警察の調べに対しグー容疑者は容疑を否認しているということで警察は詳しい事件のいきさつを調べています